こんにちは、ドリブルデザイナーです。今日は縦ロールスピンという技をやりたいと思います。縦ロールというのはこういう動き、こういう感じですね。縦に舐める、はい。でこの縦ロールができるようになると、試合中に例えばパスをもらいました、縦ロールで逆を向いたりとか、縦ロールを読まれたらもう一回逆に行ったりとか、縦ロールインサイドで方向転換をしたりとか、縦ロールで前に持ち出したりとか、こんな使い方ができます。それでは縦ロール早速やっていきましょう。で今回はね、その縦ロールの動きにスピンを混ぜる、ぐるぐる回りながら縦ロールをしていくと、はい、反対回りもできますね。縦ロールには2つあって、体の前で縦ロールをするやり方と、体の後ろで縦ロールするやり方、この2つがあります。これを合わせて前で縦ロール、後ろで縦ロールっていうのをしながら、ちょっとずつこう後ろに回る感じですね。反対回ります。こういう感じ、リズムに乗ってボールタッチをしたいと思います。タンタンタンタ、後ろ後ろ、タンタンタンタ、後ろ、いう形でやると、いろんなところからボールが来た時にこう持ち出したり、こういうとこからボールが来たらこういうふうに持ち出したりとか、持ち出した後に次触る足とか、そのステップの仕方とかも身についてくるので、ぜひ続けてやってみてください。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。サンキュー。